サルコートでプロのチームが練習していたりとか、責任は多分外人選手に向けられやすいんで、批判の目とか責任の目を向けられやすいとは思うので、もうここの環境で勝負するしかないなっていうのを改めて思いました。僕はアルビレックスシンガポール の社長の方と、僕市船出身なんですけど、市船の OB の方がつながりがあって、そこで僕海外を視野に入れてチームを探していたので、その時に助けてもらって、一応アルビレックスシンガポールの社長の方に声をかけていただいて、でそこでつながりができて、シンガポール、アルビレックスシンガポールでプレーしていることにつながったっていう感じです。そうですね、僕は琉球 J3 時代の FC 琉球にいた時に、契約自体はアマチュア契約だったので、外からプロとしては見えるんですけど、実際働きながらプレーしているっていう感じだったので、そのやっぱり環境を変えたいなっていうのが一番大きな気持ちでした。サッカーだけに、はい、集中できる環境があればいいなというのを強く感じてました。もともと初めての挑戦だったんで、そのシンガポール人がどれだけサッカーができるのかっていうのも未知の世界だったん で僕がいた時のアルビレックス新潟シンガポールはほぼっていうか全員日本人だったので、今は結構シンガポールリーグの規定が変わってきてるんで、アルビレックスシンガポールにもシンガポール人がいると思うんですけど、僕の時はもう全員日本人 でその相手チームのシンガポールのローカルチームにどれだけ戦えるのかっていうのもすごい楽しみで、ただやっていく中でやっぱり簡単なことばっかりではなかったんで、やっぱりうまくコミュニケーション日本人同士で取らないと全然勝てない相手もいたりして、結構大変な年にはなりました。そうですね、シンガポールの時はあまり違いとか環境に戸惑ったっていうことはなくて、やっぱりチームメイトが日本人っていうのもあって、言葉の壁もなくて、まあ、審判になんか質問したり抗議したりするときぐらいにちゃんと伝わってるかなっていうぐらいだったんで、あと私生活面ではそこまで言葉の壁はやっぱり感じなくて、でも積極的に外に街に出るようにはしてたんですけど、そうですね、シンガポールはあんまり不自由は感じなかったですね。僕がシンガポールのチームに在籍していた時にカップ戦があって、そのカップ戦でカンボジアのチームと対戦する機会があって、で実際僕カンボジア1年目にその対戦したチームに在籍することになるんですけど、で僕シンガポールでプレーしていた時に1年でちょっと外に出てまた新しいチャレンジをしたいなっていうのを考えていて、やっぱり日本人だけの中だと自分の成長にもつながらないかなっていうのは感じてたんで、新しいチャレンジをしたいなっていうことで、カンボジアっていう国を新しいターゲットとして考えていて、でそのカンボジアでチーム探す際にちょうど対戦していたのがスバイリエンっていうチームだったんですけど、スバイリエンに練習参加することができて、そこでカンボジア1年目にプレーするチームが決まったっていう感じですね。そうですね、ないって言われたらちょっと嘘になるかもしれないですけど、多少はありました。やっぱ初めての国で一人で行って、どんな国なんだろうかっていうのもわからないまま行ったんで、多少はありました。そこまでもうなんか行きたくないとか帰りたいってなるほどではないですね。はい、シンガポールからのカンボジアだったので、国のその生活レベルだったり綺麗さとか道路とか公共の施設とかも含めて、なんか発展してるレベルが全然違うので、そこに対しての不安もありました。そうですね、最初のイメージはすごいところに来たなっていうイメージだったんですけど、飛行機から見えるカンボジアの景色がもう茶色一色だったんで、で実際空港から街の中へ行くときも砂ぼこりとかがすごいひどかったんで、でクラクションとかもすごい鳴ってるし、すごいスピードでバイクも通っていくしっていうので、ちょっと一瞬カルチャーショックはありましたけど、サッカー面はそうですね、やっぱ練習場
の環境は全然日本とは本当に違って、フットサルコートでプロのチームが練習していたりとか、自分たち専用の練習グラウンドを持ってるチームが、僕が1年目の時は全然少なかったので、本当に練習場を借りて練習してるとか、練習のために他のグラウンド、他のチームのグラウンドでやったりとかっていうのが当たり前だったので、そのグラウンドも決して日本みたいに恵まれたような芝生、天然芝だったりとか綺麗な人工芝とかではなかったので、硬い本当コンクリートのような人工芝の上で練習したりとかは普通にあったんで、そこは最初ちょっと驚いたんですけど、でもこれは当たり前じゃないなっていうのをこっちに来て思ったんで、もうここの環境で勝負するしかないなっていうのを改めて思いました。綺麗なものではなかったので、食事も本当に水道水とかでお茶碗を洗ってて、で氷とかも多分綺麗な氷ではなかったんで、お腹当たったりするのが当たり前で、で僕も実際そのスバイリエンの時、スバイリエンにテストに受けていった時にお腹を壊してしまって、でその時が練習試合が入ってたんですけど、練習試合の前日にちょっと体調崩してしまって、でその試合で僕、監督さんとか多分オーナーさんとかが僕の動きを見に来てくれるっていうことだったんですけど、その前日に体調崩してしまって、でも自分的にはもうなんとかやるしかない状況だったんで、ちょっと無理して出場して、で試合は無事終えたんですけど、その最後のミーティングの時に僕貧血みたいになっちゃって倒れちゃったんですよ。もうなんか自分から血の気が引いていくのが分かって、はい、今では笑い話ですけど、全然今でも多分その時にいたチームメイトとかには多分言われると思います、あの時倒れてたよねとか言葉の壁はそんなに感じなかったですね。僕は積極的にローカルの言葉を話そうと思ってたんで、カンボジアのクメール語を結構1年目から、まあ、コミュニケーション程度ですけど少しずつは覚えるようにしていって、でカンボジア人も英語わかるんで、クメール語でコミュニケーション取れないときは英語で話しかけたり英語で指示したりとかっていう感じでした。こちらのサッカーの印象は本当僕が1年目の時よりかは今の方がかなり発展していて、カンボジア人のサッカーのレベルもそうですけど、チームカンボジアのプロサッカーチーム自体も徐々にですけど結構力を入れ出してきてると思うんで、チーム自体が専用のスタジアムを持っていたりとか、6年前とかは全然当たり前じゃなかったんで、そういう面ではやっぱりかなり発展してきてるのかなっていうのはすごい思いますね。カンボジアの国自体も多分サッカーに結構力を注いでくれているので、そこは大きいと思いますね。僕が1年目でやっていた時にカンボジアオールスターっていうイベントがあったんですけど、そこに初めて選んでいただいて、でその時の監督をしてた方が移籍するスバイリエンからボンケットっていうチームに移籍するんですけど、そのオールスターで監督をしてくれたのがボンケットの監督だったんですけど、でそのつながりもあって、その次の年に移籍することができたっていう感じです。はい、僕の多分プレースタイルもそうですけど、カンボジアだとより需要があるのかなっていうのはこの6年やっててすごい感じますね、自分自身でも。まずチームメイトの違いは、僕はやっぱ外人扱いになるんで、ローカル選手に聞いてもらいたいようにアドバイスするのはすごい難しくて、なんか自分が伝えたいことをだけを向こう側に一方的にガー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 言うと、多分相手も何言ってんだっていう感じになっちゃって、結構伝わりにくい場面を多々見てきたんで、僕はなんていうんですかね、伝え方っていうのはすごい気をつけるようにしていて、ただ強く言っても多分相手に伝わらないんで、コミュニケーションの取り方っていうのはすごい、同じ国にその国の選手に伝えるっていうのはすごい大事だなっていうのを実感しました。監督さん、そうですね、僕はカンボジア人の監督も経験していて、でこっちで外人の監督も経験してるんですけど、やっぱり外人さんの監督だとローカルの選手に合わないなっていうのが今僕のチームだけなんですけど、僕のチームを見て感じたのは、やっぱローカル選手とのコミュニケーションの取り方とかっていうのがすごい外人監督だと難しいなっていうのは思って、なんかやっぱ意図を理解しないと
なんでこの練習をやってるのかなっていうのがちゃんと伝わってないと、ローカル選手のやる気も全然違っていて、もうなんかあからさまに全然今日スイッチ入ってないなっていう日とかあるんで、なんかちゃんとコミュニケーション取ったりしてないとチームとしてすごい難しいなっていうのを感じましたね。逆に言うと、だからローカル監督の方が、僕がいたチームではローカル同士コミュニケーションも取れていて伝わりやすいし、練習の雰囲気もやっていて、毎日いいわけじゃないですけど、その浮き沈みはやっぱり外人監督に比べては少ない方だとは思いました。そうですね、育ってきた環境と文化は絶対に違いはあるんで、当たり前なことが当たり前じゃないんで、それはすごい感じましたね。いい点は、僕が経験したところで言うと、AFC カップに出場することができて、で多分日本にいたらこんな国際試合の経験なんて滅多にできないと思うんで、それは東南アジアとか海外に挑戦して得られる大きな経験だと思うんで、やっぱり実際に他の国、カンボジア以外の他のチームと対戦してみても、その国のレベルのサッカーを知ることができるんで、その自分のサッカーキャリアの中ではすごい大きな財産になってると思います。やっぱりうまくいかなくなった時とかに、責任は多分外人選手に向けられやすいんで、チームからの目とかチームメイトからの目もそうですけど、外人選手だしお金もらってるし、なんでできないんだとか、やっぱ多分少しでも練習態度とかが悪かったりすると批判の目とか責任の目を向けられやすいとは思うので、そこに対するメンタルだとかっていうのは気をつけていかないと危ないのかなっていうのを感じますね。僕はもう物価が安いのと、あと基本バイク移動なんですけど、バイクでもうどこでも気軽に行けて、で日本食も結構あるんで生活はしやすいですね。自由で、基本自由に移動できて、なんかストレスがない生活は今すごいできてます。そう、本当に気をつけて運転してないと、横断歩道とか交差点とかを赤信号でも平気で突っ込んでくるバイクとかいるんで、今は多少良くなったんですけど、信号無視はもう当たり前ですね。車も結構なスピードで追い越してきたりするんで、僕はもう端っこの方をゆっくり走って安全運転で。リーグ戦は一回中断期間がありまして、3ヶ月4ヶ月ぐらいですかね、最後まで一応運営はしてくれたんですけど、無観客で毎回試合前か前ぐらいにPCR のテスト、鼻のテストを受けて、選手は必ず。で、その陽性が出ちゃった選手は試合には出場できないっていう条件付きで。言葉はやっぱり大事なんで、英語を喋れたらやっぱ強いなっていうのは感じましたね。僕もそんな喋れる方じゃないんで、その前もってやっぱ英語を話せるスキルっていうのはすごい強みになるとは思います。でも喋れなくても、なんていうんですかね、やっていけるような明るいメンタルとか、そういう性格も絶対大事だと思います。どこでも行けるよっていう。そうですね、僕はこっち東南アジア、カンボジアに限らず、東南アジアからいつか ACL に出れるようにっていうのを夢っていうか目標があって、結構今 ACL の枠も広がってきてるんで、いずれはこっちから ACL に出て日本のチームと対戦できたらなっていうのを目標にしてます。これだけカンボジアが長いんで、カンボジアのサッカー協会とかカンボジアサッカー界でなんか貢献できたらなっていうのは今ぼやっとですけど自分の中で、はい、思ってます。ずっと自分がなりたい目標だったり達成したいことを必ず諦めなければ絶対サッカー選手、プロサッカー選手にはなれると思うんで、簡単に自分がなりたい目標を諦めないでほしいっていうことは伝えたいです。サッカーしかなかったんですけど、僕にはそのサッカーでプロになりたいっていうのはずっとちっちゃい頃から思っていた夢なんで、